レッドベルベット、ショーチャンピオンでカムバック後初の1位獲得。SM ファミリーとファンに感謝、写真イコール MBC ミュージック。ショーチャンピオン、放送画面キャプチャーレッドベルベットの新曲が、ショーチャンピオンで初めて1位を獲得した。15日に韓国で放送された MBC ミュージック、ショーチャンピオンでは、RE、ベルベットが、パワーアップで活動を再開してから初めて1位を獲得した。レッドベルベットは、SM ファミリーの皆さんに感謝します。コンサートなど一緒に活動しながら苦労したメンバーたちとスタッフの皆さん、ファンの皆さんにとても感謝しています。この曲が出るまでたくさんの方が苦労しました。本当にお疲れ様でした、と感想を語った。レッドベルベットは6日、新曲、パワーアップ、発売後、1.0 日間音楽ランキングで1位を総なめにし、ロングランしている。昨年の、レッドフレバー、に続き、パワーアップ、の成功で、夏のクイーン、として大活躍している。スウェーデン、フィンランド、ギリシャ、ルーマニアなど28の地域の iTunes 総合アルバムチャート1位になり、アメリカ、日本、ニュージーランドなど15の地域でも2位になり、好成績を収めた。また中国シャミミュージック総合アルバムランキングでも1位を獲得した。レッドベルベットだけでなく、JYP エンターテインメントの新人ボーズグループストレイキッズもカムバックステージを披露した。ストレイキッズは新曲、マイピースで愉快で癖になるメロディー、パワフルなパフォーマンスを披露し、視線を奪った。6日に公開されたストレイキッズの新曲、マイピースのミュージックビデオは、8日に再生回数1000万回、12日に2000万回を超え、速いスピードで上昇している。新人であるにもかかわらず、海外のファンに支えられ、韓国でも人気が上昇している。同日の放送には、レッドベルベット、フィックスレオ、ラブーム、SFQ、チョンセウン、ノーブレーン、ストレイキッズ、BIGFL、O、レディースコートコードアシュリー、D クランチ、シックスボム、バーシティ、アイバン、HEYGIRLS らが出演した。